命の源ってやつだな。ようやく人心地ついたぜ。潜入任務お疲れ様。たっぷり休養って言いたいところだけど、こんなにも早く戻ってきたからには何か知らせがあるんでしょう。まあ順番に説明させてくれ。どの族中もドマやアラミ語に続けとばかりに独立運動に励んじゃいるが、好調とは言い難い状況だな。痛かったのが族衆ダルマスコの壊滅だ。帝国の苛烈な粛清を受け、王都まで焼き尽くされたからな。ビビって独立の機運が下がってしまった族衆も多い。ただし全ての族衆が闘志を失ったわけじゃない。ドマと帝国が捕虜交換を成功させたことで交渉の余地もあるんだと希望を抱いた連中だっている。ドマの忍びが和平交渉についての情報を積極的に族衆へと流している効果も大きいだろう。まだ踏ん張っている奴らがいるのは情報戦の成果だな。よかった、諦めないで自由を勝ち取ろうとしてる人もいるのね。エオルゼア同盟軍も今を好機と捉えているようだ。すでに属州の反帝国組織に物資支援を始めている。いくつかの組織に接触したが、支援を糧に粘り強く戦っていたよ。アラミゴ難民を通じて属州民の苦しみをよく知るお二人、ナナモ様とカムエ様が中心となり支援を行っているそうだ。彼女たちを女神のように称えている連中もいたくらいさ。まあ属州に関しての動きはそんなところだが、問題は本国の方だ。お前たちが接触した民衆派の連中がどうもパッとしなくてな。ドマが万神召喚に手を染めたという話が本国で広まり、属州政策の撤回を求める声も勢いが衰えちまっているらしい。の命を受けた朝日の仕業なのに。残念ながらその真実は帝都には伝わっていない。ゼノスの目論み通りドマの仕業に塗り替えられていた。ゼノスに関しても死んだという事実は抹消されていた。最近じゃ療養を終えたという触れ込みで各属州をめぐっては抵抗活動に睨みを聞かせているそうだぜ。そんなにも積極的に活動していながら偽物だと疑われていないのだとしたら、ゼノスはやっぱり。ああ俺の時と同じ、中身は支援ってことだろうな。それから肝心のアルフィノの件だが、ドマからの使者が帝都に到着したという報道はなかった。つまり未だに到着していないか、到着していたとしても捕まってしまったということ。どうやら前者のようだな。実は俺が急いで戻ってきた理由もそこにある。俺やリオルたちは諜報活動のためにアルフィノとの直通リンクパールを持ってるんだが、しばし音信不通だったこいつにわずかな間だけアルフィノから通信が入った。アルフィノと話せたの？いや、一方的な声が聞こえただけだ。ひどい雑音に混じって一言だけ聞き取れた単語がある。ザ・バーン、永久焦土体の名だ。当時オサードとイルサバード大陸の境ね。そこで何らかのトラブルにあった。こうしちゃいられないわ。急いでザ・バーンに向かいましょう。まだ可能性の話だぜ。それでも行くのかい？
もう我慢の限界なのよ。アルフィノったら頭いいのに騙されやすいし、変なところで鈍感だし、こっちが気が気じゃないんだから。それでこそアリゼーだ。それにお前もな。